東急7000系電車北陸鉄道7000系電車北陸鉄道7000系電車は北陸鉄道に在籍する通勤系電車東急7000系を1990年に譲り受けたもので石川線で運用されている種車の違いに起因する外観上の相違や冷房装置の有無によって7000系、7100系、7200系の3形式に区分されており 二両編成五本の軽重量が在籍している。老朽化が進行した石川線の雑多な旧型車を置き換えるため、1990年7月に導入されたもので、全車日立製作所製の伝送品を搭載した車両から改造している。本系列導入と同時にワンマン運転の開始が予定されていたため、当初よりワンマン関連機器を搭載した状態で北鉄入り、 している。伝送品については、石川線の河川電圧が直流6 0 0トであるためを幅に変更され、特に床下機器に関しては原型を全く止めていないと言っていい。元は全電動車編成であったが、パンタグラフを搭載する偶数車を電動車とし、奇数車は伝送解除、制御車化されている。 制御機は、JR 東日本103系の CS20A。主電動機は西部701系の日立製作所製。HS836 回 RB。電動発電機は、南海電気鉄道より購入した。東洋電気製造製 TDK-366B。空気圧縮機は、A 岸地下鉄より購入した、A。A-1。主管制御機は、 東急で派3450系の MC1 をそれぞれ搭載しており、同業各社からかき集めた廃車発生品の寄せ集めの体を成している。台車は元の車両の東急車両製造性 TS-701 のディスクブレーキが北陸地方の雪質と相性が悪いことから、電動車は西部701系の廃車発生品である住友金属工業製。 FS342 に制御車は JR の廃車発生品である DT21T にそれぞれ変更されている。大きく手を加えられた床下機器とは対照的に車体周りに関しては前述ワンマン関連機器を搭載した以外は目立った改造は施行されていない。ただし7000系以外の4編成8両に対しては冷房改造が施行され、北鉄初の冷房車となった。 搭載された冷房装置は通常の屋上設置系でなくバス用のものを応用した床下に室外機を置いたものとなっており、能力は28,500キロカロリー H である。正面床下に排泄機新設、連結機高さ変更などが施行され、車体全周には北鉄のコーポレートカラーであるオレンジ色の帯が巻かれた。 北陸鉄道7000系2018年4月1日撮影本系列は、前述のように、主車の違いに起因する、外観上の相違や、冷房装置の有無によって3形式に区分されている。以下、形式ごとにその概要を述べる。一編成の未在籍。種車は東急7000系の先頭車、デファ7000型で、本系列唯一の比例房車。 それが理由で下記には運用はせずに予備車扱いとなり、それ以外は通常通りに運用されている。7100系の車内車内網棚部分に冷房装置が置かれているに編成が在籍。種車は7000型と同じく東急7000系の先頭車、手ハ7000系であるが入線に際して冷房改造が施行されたため別形式に区分された。なお、七千系。 7100系の種車はすべて後期に製造されたグループで、全消灯、微灯のライトケースは FRP 製のものを装備しているが、区ハ7112は2000年5月に踏切事故でライトケースを損傷し、復旧に際して初期製造車のステンレス製のものが取り付けられた。7200系のモハ7202と7201に編成が在籍。 種車は東急7000系の中間車、デファ7100型で、入線に際しては、戦闘車加改造及び冷房改造が施行されている。同系列の地方私鉄上都車のうち、戦闘車化改造車に共通する左右非対称型の正面形状であるが、本形式では行き先表示幕が省略されている点が特徴であり、行き先表示は、 前面窓の内側に行き先表示板を掲示する形で行っている。空気圧縮機が、京阪電気鉄道より購入した HB-1500 型へ換装され、正面排泄機が通年装備となった他は目立った改造は施行されておらず、現在も石川線の主力形式として運用されている。なお、石川線の最大運用数は4運用であるため、 検査入場等が発生すると下器でも、比例防者である7000型を運用せざるを得なかったが、2006年に7700系が導入されたため、現在では7000型が下器に定期運用に入る機会は失われている。ありがとうございます。